出口は遊びで出口は文化というのが弊社のスローガンになっているんですけれども、私株式会社トニーティという会社の代表なんですが、そのスローガン通りですね、子どもたちが本当に自然に触れ合う中、ミュージカルの練習をする中で学んでいけたらいいなというところですね。であとはですね、海外の子どもに関しては、例えば、チベットと中国の子どもが、国が喧嘩をしていたとします。でも子ども同士って実は友達になると、その友達に対しては大砲を向けられないと思うんですね。でそんなところで、子ども同士が触れ合う機会が、交流できる機会があって、そういった戦争がなくなるようなですね、そういうきっかけにもなれればいいなというビジョンがあるんですけども、昨年このお話が来た時に本当にこれができるのかどうか本当に疑問だったんですが、やってみて本当に良かったなという思いと、それからお別れ会の時に本当にみんなが盛り上がって、ぜひ来年もやりたいという声が本当に多くありました。セーナージでこんなことができるっていうのは本当に素晴らしかった なと思いますが、これを続けていくのは本当に至難の業かなと思いましたが、セーナージはもうあちむらになりますので、この実行委員長を厚野村長さんの岡庭村長さんにお願いをして、私は今年は裏方に回って一生懸命やりたいと思っております。子ども地球サミットということで、時代を担う子どもたちがこういうことに関心を持ってやれるということは本当に素晴らしかったし、これからも続けていきたいというふうに思っておりますので、一回り大きくなって今年はやれるんじゃないかなというふうに期待をしておりますので、よろしくお願いします。実はこのミュージカルに出るときに言われたんですが、そういう体型の人は普通は踊りをやりませんけどよくやりますねって言われましたが、やってよかったと思っておりますので、ぜひとも岡庭村長さんにも一役やっていただきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。そういうわけでなんか実行委員長ということですが、あくまでも私は西内寺っていう小さな村が大巻やですね、それから水や自然をこう大事にしながら永遠と暮らしてきたと、それを子どもたちがちゃんと受け継いで、そして社会に発信をしていくという西内寺にやっぱり軸足を置いたサミットであってもらいたいというふうに思っております。そういう点では西内寺の子どもたちが多くの人たちと交わることによって誇りや自信を持って、そして強く生きていくと、その場が今度合併したやっぱりあちむらの子どもたちにもこう広がっていくということが生まれれば大変ありがたいなと思っています。それと同時にやはり子どもたちだけではなしに、この地球サミットを支える大人たちがどのようにやっぱりこの地球温暖化の問題やですね、いうことを考えていくのかっていう、そういうきっかけにならないと、ただ子どもたちが集まって楽しくやったり考えたりでは意味がないんではないかとこう思ってますので、ぜひ西内寺地区エコロジー宣言というのを同時にやっていただくことを私は期待をいたしております。それから大勢のやっぱり人たちがこれに参加していただけるような、そういうステージをしっかり澤さんの方では作っていただきたいと思います。村といたしましては本当にできるだけの応援をして素晴らしいサミットができることを期待していますし、いくぐらい泉さんに行きやることも大変楽しみにしています。終わります。雪村泉さんが、すいません、お仕事の関係上今日はこちらの会社の方には来れなかったんですが、音声での、応援メッセージが届いてますので、よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、雪村泉です。本日は仕事の都合上記者会見に出席できませんでした。ごめんなさいね。今年も行われる子ども地球サミット、本当に素敵なテーマですね。そこで行われる
エコロジーミュージカルに私も喜んで出演させていただきます。そして世界中の子どもたちにエコ活動の輪が広がることを願って、心を込めて歌わせていただきますね。では次回皆さんにお会いできることを楽しみにしています。はじめまして、エコロジーミュージカルの男子講師として務めさせていただきます、新井里です。よろしくお願いします。ですね、昨年、西内寺、そして南美濃間の方で、およそ200名の子どもたちと一緒にですね、ダンスを通じながら、一緒にダンスを教えて、そして舞台に一緒に立ったこと、また、エコロジーのその活動に一緒に触れることができて、本当にたくさん素晴らしい経験をさせていただきました。で、子どもたちのとても輝く姿、とても嬉しそうに踊ってくれたり、一生懸命になる姿を私は今も覚えているんですけれども、それをまた今年もできるのかなってすごく楽しみにしております。私の母親は京都から、このミュージカルを見に、来てくれました。で、今年はたくさんの友達を連れてまた見に行きたいと言ってくれてますので、すごく楽しみにしております。そういった今年も、また前回の感動をまた経験できることを本当に、嬉しく思っております。ダンスの今年の振りに関しましては、昨年、元宝塚の歌劇団にいらっしゃいました、田島久美さん、今年は特別講師として、就任していただけることを聞きましたので、私久美さんと一緒に相談しながら、素敵なダンスを振り付けしていきたいと思いますので、一緒に頑張っていきたいと思います。どうぞ皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。